ワンポイントレッスン。今日はダブルダッチの縄の入り方と飛び方を説明します。ダブルダッチを飛ぶ人のことをジャンパーと言います。ジャンパーさんは縄を回しているターナーさんの横に立って入ります。縄を入るときには手前側の縄、ピンクの縄を見て、この縄が上に上がったときに追いかけるようにして入ります。では実際に入ってみます。1、2の、入る。ジャンプ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 。この時に半縄のジャンプをしてしまうと引っかかってしまうので、ダブルダッチを飛ぶ時には必ず連続ジャンプで飛んでください。ジャンプ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 。以上、ワンポイントレッスンでした。